ヨハンナ・フランツィスカ・フィデリス・アントイネッテモニーカ、ホーエンツォレルン・ジグマリンゲンは、ドイツの少子校ホーエンツォレルン・ジグマリンゲン家の、高女。ザルムイコール・キルブルク公フリードリヒ三世の妻。ホーエンツォレルン・ジグマリンゲン公カール・フリードリヒと、その妻のベルクイコールスへ、レンベルクジョハク・ヨハンナの間に生まれる。1781年11月29日。 ストラスブールでザルムイコールキルブルク公、フリードリヒ三世と結婚。ヨハンナの兄アントン・アロイスとフリードリヒの妹、アメリーとの結婚も同時に行われており、両家を結びつける二重の縁組であった。経済的な苦境にあったフリードリヒは、妻の莫大な持参金を得て、ザルムイコールキルブルク公家の財政状況を立て直した。さらに百八十二年より妻の持参金を、 使って、パリに、指定ホテルド・サルムを、建造、公爵夫妻は、フランス大革命直前のパリで、フランスの上流貴族たちとの交友に勤しんだ。1790年25歳の若さで死去。以外は、キルン教会に埋葬された。夫との間に4人の子があったが、生育したのは1人だけである。ありがとうございます。